何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに？困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。お前は？我が名はタナトス。なんだその銀色の髪と瞳は。お前はスペクターか？スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと？なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした？死んだ。今頃は私の兄弟、眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな！嘘を言うな！ハーデスはどこだ？バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う！私の可愛がっているニーフが怯えてしまったではないか。ファイト！しかし、お前のようなフォルに足りない存在は、この嘆きの壁を通り超次元まで通り、このエリシオンにたどり着くのはまさに奇跡。古色の魔力、このエリシオンは、神話の時代から一度たりとも踏まれたことのない城。お前のような戦力がどこで手に荒らすとは、死を迎えしても償いきれない。これ以上、ハーデスの近くで戯れては目障り。もはやたとえこの場がセイントの地で汚されよう、俺はお前を殺すぞ。古色の魔力、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやるわ。どうした？まだ死ねないよ。今まだやるべきことが。古色の魔力、今こそ羽ばたけ！ペガサスの翼よ！古色の魔力、さあ、ご機嫌いじめしだもん。ペガサス天聖戦！なん？俺は認めん！ペガサス天聖戦！古色の魔力！さすがブロンズフェイントのガキ。まばたきする間に調子に乗る。待ってくれ。まだまだ調子に乗る。抜けていく。ペガサス天聖戦！ここで倒れるわけにはいかない。リナ、負けられない。アテナのコスモが消えそうだ。今ので終わりか？俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか？お前は肉体だけでなく精神もズタズタに攻めさえなんでから殺してやる。空、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん、姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か？あと何匹だ？お前の他にあと何匹入り込んでいるんだ？
お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシウムへ潜り込んだセイントはこれで全部か。では、お前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと、これは恨みを晴らし。この剣、なぜお前に命をもてあそばれた人々の恨みがこもっている。今こそ受けろ。これは認め同士に。これは死を司る神だ。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だけど、俺は神など信じるたってな。特にお前のような邪悪な神なら絶対に認めん。焼き尽くしてくれる。コシャクの前、お前は少しにやるよ。このタナトスを本気にさせたのは みんな、フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスを滅ぼすなど少し。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。